そして救助犬のオッチンも頼もしい相棒です。ピクミンと一緒に物を運んだり、塞がれた道もこの通り、みんなを背中に乗せて移動したり、犬かきだってお手の物。凶暴な原生生物に立ち向かうことだってできます。探し物をお願いすれば、自慢の鼻で匂いをたどって二度と帰ってくることはありません。